We are here. WA Radio. WA Radio. 成沢義弘、アンドレア・ポンピリオ。イタリアない1年ちょっと、そうトータルで2年ぐらいってね、トータル2年ぐらい、半年ぐらいは旅行してたね、結構ね、南イタリアとか働いたのは北なんだけど、イタリア国内で回ってた、そうそう、あとはイタリア語を少しちょっと勉強しながら、おう、ミラノで少しだけ語学学校に行ったり、あら、入ってすぐ辞めたけどね。ほらね。いや、日常生活で学べるなって大十分だったね。そうだね。だっていずれにしろ確かにイタリアは、まあ当時今もそんな変わってないかもしれないけど、基本的にイタリア語でのコミュニケーションになるじゃない。そうだね。だからしかもその当時、ミラノに住んでた、日本人とか、今も住んでるからね。おお、でまあやっぱりパリに、まあこの後、パリに最後移っていくんだけど、やっぱりイタリアにいた時も、なんて言うんだろう、そういう友達の家に集まっては料理作って、みんなワイワイ、常にそういう状態なんだね。まあ作る人がね、作る人はやっぱり、まあ、多分重宝からだね、結局あいつ来れば何か作るだろうっていう、絶対だよね。そうだから結構ね、まあ本当に異業種ばっかり、ファッション、音楽、それから、いわゆるその歴史を勉強してるような学者とかね、話をしてても、面白いし、で、ね、やっぱりオペラとかさ、ね、スカラ座含め、はいはいはい、やっぱりそのかっこいいじゃない、さっきの、ね、まあ、前回の話じゃないけど、本当に映画そのまま、別に映画作ってないなっていうか、いや現実の方がかっこいいんじゃないのっていうぐらいでしょ。で、まあ、本当そのなんだろう、同じオペラでも、スカラ座に来るお客さんたちと、例えばパリのオペラ座に来るお客さん、もう全く違うんだよね、雰囲気からファッション。そうか、確かにね。でちょうどその頃、その動物愛護かな、やっぱり毛皮のコートの問題が出た時、出てきたね、もう全く動じなかったもんね、スカラ座に来る、もう全員もうやっぱり当然のように、もうロングの毛皮のコート、ね、だからやっぱりそういうのもね、すごいなと思ったし、やっぱりそういうのを見るのが面白いというか、いわゆるその自分の頭の中では、そういうところに来るお客さんたちを将来自分はお客様として迎え入れるんだろうと思ってたから、いやでもつながるじゃない、結局はそういう、そのいわゆる人間としての文化的活動でしょ、芸術を愛するっていうのは、で、まあ、特にこういうその世界中が大変なコロナの状況の中でも、やっぱりその美味しいものを追い求めるっていう、そのなんだろう、特権っていうのは人間だけが持ってるわけで、ただ生きるために食べればいいわけじゃなくて、どんな状況でもより美味しく、より美しくでしょ、だからいろんな部分でそのつながるなと思って、まあね、そうだね、ただ単にその料理を学びに行ってるっていうことじゃない、ね、全然違うね、やっぱ総合的に、そうヨーロッパに渡る時点でもうそれは思ってたから、やっぱりそのいわゆるテーブルと椅子に座って食事をする、ちょっとこう晴れの食事は、まあ、日本にももちろん、その懐石だとか、まあ、伝統的な日本料理としてはあるけども、それではなくて、そのテーブルと椅子に座って、その食事というものを、楽しむっていうそのシチュエーションというか、はヨーロッパだろうと思ったの、はいはいはい、だから本場を見に行こうという思いで行ったんで、とにかく食べ歩いたしね、もう本当フランス、イタリア、スイスも含め、
その当時まだねスペインにはちょっと足をふあの食べには、そんなには行けなかったんだけど、とにかく一人で食べ歩いたね。ほう、もういわゆる二つ星と言われるとこ、三つ星と言われるところ、それはもう自分で予約をして、そうそうそう、食べに行って、そうだから結局自分がお客様の立場ね、立場になる方が、いわゆるその自分が今後そのレストランというものを作り上げるときに、参考になるだろうと。もうやっぱりその段階でヨーロッパに行ってる段階、あるいは行く前の段階でやっぱり自分のレストランを持つっていう考えはあったの？だからね、レストランもそうだけど、要はもともとのそのきっかけというか、あれがやっぱり自分の父親がやっていた小さなお店がね、しかもど田舎で、やっぱりそこにイートインをする場所があって、でそこでなんだろう、美味しいものを食べて幸せそうにしてる顔を見て、あ、これは素敵なことだなと。シンプルにそこだけだったから。でまあよくよく考えればね、人種も何も関係なく、人は美味しいものを食べたいわけじゃない、ね、で美味しいものを食べればどんな悪者だって笑顔になるだろうし、まあ、そういうその、状況を作りたいと。だから料理を作るっていうのも一つだけども、もちろん、そういう環境を作りたいっていう、だから総合的なプロデュースに興味があった、でだけどどんなにいい空間であろうと、どんなにいいその、まあ失礼ができたとしても、そこに出てくる料理が最高じゃなければ成り立たない、ね、やっぱりハードはいくらでも作れるけど、その本当にそこに出てくる料理が一番重要だろうと思って、まあ、まずそこを抑えようと。やっぱり主役は料理なんだよね、だから自分でちゃんとその美味しいものを知る、だから何が美味しいかまずいかって分かんないじゃん、愛知県の知多半島のさ、先っぽの方の常滑市っていうところなんだけど、そこにはまともな、まあ、怒られちゃうけど、まあいいや、昔の話だから30年、まともなね、イタリア料理店なんか一軒もないし、まあないね、ね、まあスパゲティってさ食べてたけど、キッチン見ればいっぱいいろんな缶が並んでて、はいはいはい、でね、茹でて置いてあるものをこう炒めた、はい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 、でも美味しかったんだけどね、それはそれで、そう、ミートソース、いや、そう、ナポレタン、そうそう、ね、しかも名古屋だからさ、あんかけパスタみたいな、おお、オリジナルだね、美味しいんだけど、まあ美味しいよね、ただそれじゃないだろうとは思って、なんとなくうっすらとだってヨーロッパに行くまで、ちゃんとしたイタリア料理って食べたことないもん。もちろんフランス料理も食べたことないし、だからまずは何が美味しくて何が、美味しくないのかというかを知るためにやっぱり本場に行かなきゃと。でどうせ行くんであればその、最高峰と言われるところで食べなければっていう思いで、とにかくトップのお店しか回りたくないなっていう、なんそんな時間ないじゃん、でいっぱい食べれるわけじゃないし、なので当然例えばイタリアに行った時はさ、まあ、旅もしてるっていうことで、まあ、まんまのパスタ的なものも当然味わってるし、いわゆる超一流店だけじゃなく、ローカルの、まあ、トラットリアとか、タボラカルダとか行ったりしてたでしょ。行った行った、まあ、南に行けば行くほど、普通にその、外食するものも、そんなにその凝ったものじゃないじゃん。ないね、ニョッキにしたって手打ちのパスタにしたってそうだし、だからそこと結局、そことそのじゃあ家庭のまんまの料理と何が違うかっていうと、そんなに差がない、ないね、その当時特にね、だからまあやっぱり素朴なお店でここはっていうところは、例えばシチリア行ったってそうだし、プーリアに行ったってそうだし、だから当然まあレジオね、いわゆる州が変わるごとに、まあパンの種類も変われば料理の特徴も変わっていくじゃない、シンプルっていう部分は変わらないと思うんだけど、そう変わらないね。でやっぱりその土地その土地の特徴がものすごくあるのと、
それと、まあ、前回も話したかもしれないけど、やっぱりイタリア の、 その自分たちの土地に対するプライド、あるね、これをひしひしと感じて、はいはい、だんだん自分の中でそこで、うん、なんで俺は日本人なのにこの外国にいるんだろうっていうのが芽生え始めた、うん、いやなんでかというと日本のことを知らないから。逆にそれに気がついたんだ。そう、あれちょっと待って、言うとこれヨーロッパ見ててイタリアのことだいぶ分かってきたぞと、うん、でフランスもまあ各地南から北からね、いろんないいお店で食べ歩いて、ね、ああなるほどと。例えばリヨンにはリヨンのこう料理もあれば、それが食材もあるなと、うん、チーズも全部違うなとか、うんうん、北に行ってシャンパーニュ地方に行ってランスとか行けば、ああなるほどと、こういう料理がある、ね、ノルマンディの方行けばブルターニュの方行けばこうだとか、南仏に行ってニースに行って、うん、あニースとマルセイユのブイヤベース違うんだとか、いろんなこと分かってきたら、どん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 、あれちょっと待てよと、どん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 日本を向くようになっていったっていう、まあ、向くというよりは、うん、あれ俺日本のこと知らないなって、